元寄せヒゲムシシンユラは、黄金色藻類の一族。複数細胞が、放射状に並んだ軍隊を作り、外に向いた弁網で遊泳する。多いものでは数十個程度までの細胞が、放射状に集まった軍隊を作る。軍隊の形は休憩だが、時に、楕円型になる。細胞は、ゼラチン質などに覆われない。個々の細胞は、休憩から楕円型で、後端はやや伸びている。 この五端部で互いに付着し、軍隊を構成している。細胞の前端には二本の弁毛があり、これらはほぼ同じ長さであるが、一本はムチ型、一本は羽型である。細胞内には側壁に沿う、形の葉緑体を一内紙に持つ。また、目点を持つものがある。細胞表面は、計算室の輪ペンが一面に並んだ比較がある。輪ペンには、 短い角状突起を持つものや長い針を持つものがある。輪片は前端で大きく、後端のものほど小さくなり、構造も不明瞭になる。学名はギリシャ語の真とオランダ語の裏からなる。和名は水野がエスユベラの和名として頭記の名を用い、仮名、俗名もこれを採用している。他方、月など、 学名かな読みのシぬらを使っている例もあるが、蒸気和妙に関しては、ブレがない。ただし、種の和妙を蒸気の種に当てるべきかどうかは不明である。水野では、エスユベラの名の下で、全国各地の地消、ため池、水溜り等にごく普通とある。特に秋から冬にかけてその数を増す。二分裂による増殖が知られる。この類に特徴的なものとして、 計算室の厚い壁を持つストマタシストを内生的に形成することが知られる。黄金色藻類に含まれるものとして扱われてきた。その中で、ミノヒゲムシ属マラモナズと本属は、共に計算室の臨辺に覆われることで共通するほか、近年になって、これらが他の黄金色藻類とは、弁網装置の構造や光合成色素の種類が異なる点などで区別できることが、 明らかになり、合わせて死ぬらかとし、これを独立させて死ぬらずな心理イ種とすることも提案されている。古くよりエスユベラが知られてきた。ちなみにこれはこの属のタイプ種である。岡田他では日本では本種のみしか知られていないとした上で、臨辺の研究を進めることによってこれ以外の種が発見される可能性を示唆した。結果的にはこれが当たったようで、 スキーでは、臨片の形と表面の構造を見なければ、同定できず、光学顕微鏡では極めて困難、操作電子顕微鏡像が必要との旨が記されている。また同書では、種名としては S、S スファグニコラを、シガの教会では S、S ピーターソンブが挙がっている。1950年代半ばより、電子顕微鏡による検討が重視されるようになり、24種が記述されるに至った。 その結果、近年では、新種記載文には、鱗の形状しか書いていないほどである。しかしながら、最も普通に見られる種である S、S. ピーターソン部では、種内の多様性が幅広く、いくつかの変種が記載されているが、それらが、分種系統的にも互いに異なっており、隠蔽種が含まれている、可能性も示唆されている。水野、高橋は、日本の種として8種を挙げている。 臨辺の構造により小さな角状突起を持つものをペテルセニーブシセクションピーターズに先端に棒状突起を持つスピノーサブシセクションスピナシーにダイブされるこの二つは光学顕微鏡下でも注意深く観察すると細胞や軍隊の周囲が滑らかであるかそこに細かな突起が見えるかによって区別が可能であるが種を決めるためには臨辺を 電子顕微鏡を観察する必要がある。またこの際、高端部のそれは構造の特徴が弱いので、前端部の大きな臨辺を選ぶ必要がある。黄金色藻類に属するもので、クリソスファイレラ属クリススフォレラは、やはり細胞が放射状に集まった群体を形成する。この属には単独性の種でもあるが、多くは群体を形成し、 またその細胞は表面に針状突起を持つ臨辺に覆われる。本属との違いとしては、弁毛が不等長であること、長い針が突き出ることで区別できる。日本でも軍隊性のものが2種知られている。他に、小金色藻類には、シンクリプタ属シンクリプタ、クス玉ヒゲムシ属ユーロジョジェーニアなどが、休憩の軍隊を作り、遊泳するが、それらは、 ゼラチン室に包まれた軍隊を作る。以下、記載は、主として、水野、高橋、P455、水野、高橋、P446 位の上、P46 位の上、P46 上の辺、水野、岡田ほか、P7 月井、P106 シバーハット、金黒場へ通る、水野、高橋、P455、水野、高橋、P446、 ありがとうございます。